はい、こんにちは、岡井介です。今回はインタービー2018に来てるんですけど、カメラ系の機材だったりとか、まあ、三脚とかね、いろいろとアクセサリーも豊富に出展しているので、それを一つずつご紹介できればなと思っております。それでは行っていきましょう。なるほどなるほど。これ写真もちなみに撮れたりするんですか？写真も一応撮れまして、ここにスチルボタンがあるので撮れはこの構図のまま撮るってことですね。構図のままそのまま撮る。なんかどのぐらいの画質で撮れたりとかするんですか？画素数的にはもう600万ぐらいなんで。ああ、そうなんですね。そんなに静止画のカメラに比べて大したことはないので。なるほどなるほど。付け足しですね、静止画。結構なんか僕たちの制作だと割とまあ YouTube とか制作推奨いると思うんですけど、はい、なんかそのやっぱサムネイルとか割と動画だけじゃなくてそういう写真とかも必要になってくるので、やっぱ写真とか撮れる機能っていうのはすごくいいなと思うんですけど、すごいそのモニターがかなり大きいので、なんかそのプレビューがしやすいというか、今まで一眼レフだったら結構そのまあモニターをね、ベッドでつけてモニタリングしてたんですけど、この場合はもう本当この一つだけでちゃんと。一つの理由としてなんで大きいのかというと、はい、フォーカス合わせやすいというか、4K になるとフォーカスシビアになるんですけど、そうですね、ダブルタップでズームボタンをこんな感じで。なるほど、すごい。合わせてあげると、まあよりでちゃんとピーキングもそうですね、焦点が合うという。なるほど、はい、インドのボケとかにミスることはないですね。レンズはマイクロフォーサーズだそうです。なので、まあ、GH5 ユーザーの方多分多いと思うんですけど、まあ、そのまま使えるということで、ぜひ購入を検討していただければと思います、はい。こちらロニン S にシネマ機が乗ってる。このセットアップはかなりすごい。これこのボタンでズームできるといいですね。みたいな。フォーカスと、ズームを、同時に構成する。マジっすか。ズームができるのはちょっとすごく気になるんですけど。こちらフォーカスとズームもできるらしいです。カメラでこうやって操作するっていうよりもこのスタビライザーで全部完結できるっていうのはすごくいいかもしれないですね。これかなりハイアングルからなんかドローンみたいな映像になるんじゃないですか。こうやって。はい。一脚が長いとなんかそれこそ本当ドローンの映像みたいな印象もできるんで、いやこれすごくいいですね。最重量は 4.5kg まで。 4.5kg、 この回転できるんですね。またなんか映像表現の幅も広がりそうで、こういう表現もできるというみたいな。よくこれも動画で撮影するんですけど、まあ僕とか結構その動画撮った後に写真とかも撮りたくなるんですけど、まあ、それがすぐね外せて、まあロニン S の場合だとバランスをまた調整しなきゃいけないんですけど、これの場合取り外してすぐまた装着できるっていうことで、まあ、かなり時間短縮になりますよね。そうですね。あ、そうなんだ。なんかちょっとこの感覚すごい初めてで、はいはい、なんか電動ではなくてなんかもう本当バランスだけでやってるのかなっていう。電動じゃないですけど、はい、ここはでも本当にバランスだけで。そうそうはぁ。で、録画ボタンはもうカメラで押して軽く親指で支えながら、はい、そうですね。ここで、まあ、矢印ベイ、矢印ベイですよね、うん、で、それをすることによる、これがないと反対にその矢印ベイの機能として動かなくなるので、ちょっと見た目不格好かもしれないですけど、はい、これでバランスを取って。なるほどなるほど。上と下と同じ重さ、はい、なるほどなるほど、なるほど。まあ、なんか撮影の仕方としては、まあ、ここからまあ録画ボタンを押して、でちょっとここの親指を支えるのがすごくいいらしくて、これちょっと試して撮ってみるんですけど、でゆりさん後ろからあっち歩いてください。行きます。
今ロードさんのマイクのところに来てるんですけど、僕がね最初見た時にすごく気になったのがロードの NTG4+ っていうものなんですけど、こちらあの、まあ、皆さんも多分知ってると思うんですけど、ピーター・マッキンノンさんって多分ご存知だと思うんですね。まあ、YouTube で結構そういうチュートリアル系だったりとかそういう動画コンテンツ発信してるんですけど、そのピーター・マッキンノンさんが YouTube のチュートリアルで愛用してるマイクがこちら NTG4+ ですね。値段が39,000円です。これすごく気になってるんで皆さんもぜひチェックしてみてください。で、僕が利用しているのがこのビデオマイクプロのライコートというものを利用しております。今この、なんだろう、このカメラにも取り付けております。はい。で、僕がよくチュートリアル用で、カメラに向かいながらマイクを撮る際はこのマイクを使っております。こちらポッドキャストですね。こちらのロードさんのマイク、もうなんか本当マイク製品って言ったらロードっていうのが僕の中ですごく根強くて、音をしっかりと取りたい方はぜひロードさんの製品チェックしてみていただければなと思っております。通常のデザートのカードで、外付けの SSD でも録画できるようになる。なるほどなるほど。メリットとしては、はい、やはり容量が最大 2TB。 2TB ですか。僕が使ってるハードディスクと同じですね。2TB がこのコンパクトサイズの中に入ってるんですか。これちょっと目的で若干サイズ 50g ぐらいの、このコンパクトサイズの中に 2TB まで収納できるそうです。これちなみに速度とかは、これはもうリードで 540MB、ライトでも500MB オーバー。マジっすか。すげえ、僕が使ってる SD とかで 300MB なので、はい、考えたらもう相当すぐ移動できるってことですね。じゃあこれは取り付けながら撮影することによって、まあ、データがもう自動的にこっちに転送されるから、まあ、撮影する、なんだろう、ディスクチェンジが必要がほぼなくなる。なるほど。なので、まあ、8枚必要だったものが、安藤さん、やばいっす、はい、これポケシンさっき見ましたよね。で、まあ、なんか重いじゃないですか。これ取り付けたままだったら自動的にこっちに転送す、で2時間ぶっ続け撮れるっていうハイパーで、このコンパクトサイズで 2TB。 さっきすごい見ててそのいいなと思ったんですよ。そうそうそう。でもやっぱ容量重かったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、これセットで使うとってことですよね。ちなみにこれお値段っていくらぐらいなんですか。今 2TB で、はい、ようやく市場売価7万切るぐらい。なるほど。売り出しの頃まだ10万超えてたんですけど、だいぶ今値段は下がってない。いやでもこれは本当にその買いたいですね。さんの方で Vlog についてのお話をしたと思うんですけど、かなり反響がありましたです、ね、あれを見て結構 SNS 周りで DM いただいたりとか、うん、刺激受けましたって人もかなり多かったので、うん、と岡本さんに今お会いしています。はい、はい、よろしくお願いします。はい、で今インタビューに来てるんですけど、実際どうですか。僕初めて来たんですけど、はい、インタビューには、インタビューやっぱりすごいいろんな機材メーカーがたくさん出ているそうですね。僕たちも来たここでですよね。ミートアップですもんね。そうですね。ここにクリエイターの方たちが集まるってことですか。そうですね。ここ3日間イベントやってまして、はい、VR、 なるほど。3日目編集ポストロですね。で3日目ビデオグラファーって言って、あー、なるほどなるほど。イベントをやる形です。なるほど。ここでクリエイターたち同士が、まあ、集まって、まあ、交流して、はい、まあ、一緒に撮影するっていう流れもあるだろうし、はい、まあ、仕事のね、はい、結びつきもあるだろうし。そうですね。まあ、インタビューって結構機材すごいたくさんあるので。そうですよね。いやもう本当僕もびっくりしました。もうみんな感動して。そうですね。ね、ソニーさんとかキャノンさんも出てるし、逆に結構キュレーターがいないとわからないので、だって今日は VR の専門家に座って会場回って、で VR の知ってる機材を紹介したい。なるほどなるほどなるほど。ありがとうございます。またちょっとよろしくお願いします。いろいろと今あげてもらうのは楽しい。絶対これだけで楽しいですね。以上で一応インタービー2018の各ブースを、まあ、回ってねご紹介したと思うんですけど、僕自身このインタービーに参加するのが初めてで、でもなんかその出展の会社とかを見てると、ブラックマジックデザインさんとかソニーさんとかね、僕が本当にすごい、まあ、パナソニックとか自分が愛用してる機材の
会社さんとかもかなり出展していて、すごくなんか僕自身も刺激を受けたりとか、このイベントの良さって実際に手に取って触ることができるんですね。なのでそのネットとかでしか見れなかったものだったりもここでは置いてあるので、ぜひこのコンテンツを見ていただけた方はね、毎年ね1回開かれてるらしいので、あの次回以降ねぜひ参加していただければなと思っております。多分僕も来年行くのでその時お会いできればなと思っております。で今回朝日新聞さんのムーブというメディアにもこのコンテンツが掲載されるということなので、そちらも概要欄にリンクを貼っておくのでぜひチェックしてみてください。はい、以上となります。どうもありがとうございます。